万物には根源がある。無からは何もなされない。因果の果てに解は導かれる。オズバルド被告、無実を訴えるのか？炎が消し止められた後、妻と子の死体が見つかった。黒焦げになって、それは目を覆うような無残な姿でな。死因は火災による焼死にて異論はあるまい。だが不可解な点がある。現場には火種となりうる痕跡は一切発見されなかった。つまり炎は起こるはずがなかったのだ。魔法でもない限りは。オズバルド被告、貴様は魔法学者だったな。これは単なる偶然だろうか？いや違う。我々はあらゆる手段で事件を検証し、結論に達した。貴様以外に犯行をなせた者はいなかったのだ。赤学王アレファンの皆において、ここに判決を下す。被告オズバルド・フォン・バンシュタイン、妻子殺しの罪で終身刑とし、監獄島へと収監する。言い残すことはあるか？俺から全てを奪った男よ。貴様を殺すぞ。必ずだ。フリジット監獄と極北の海に浮かぶこの孤島は、世の果てとも呼ばれる。一年を通し極寒の雪に閉ざされ、最寄りの東大陸へは大型船でも4日を要する。荒れ狂う吹雪に船が難破することもあり、島への往来は厳重に制限されている。監獄には大陸全土の重罪人が収監され、その数は最大で300名を超える。80年の歴史の中でこの島から出した囚人はいない。それどころか、極悪な環境のため刑期を終えず死ぬ者が後を絶たない。ここへ来て1879日が過ぎた。だが極寒にさらされようと、どれだけ月日が経とうと、この胸の炎が消えることはない。今日も冷えるな、学者先生。
これなんだかわかるか？あんたの手記さ、いつも話さず持ってるだろ。怖い顔すんなよ。ちょいと借りるだけさ。あんた、偉い学者だったな。こいつは価値があるに違いねえ。タバコ何本になるかな。嫌なら取り返してみるか。力ずくでよ。小汚い式なんていらねえ。おい、助けてくれ。殺されちまう。頼む、誰か。何の騒ぎだ。こいつが俺に暴力を。オズバルド、妻子殺しの魔法学者か。学者よ、与えてやった勲章は気に入っているか。その猿グツアのことだ。喋れなければ自慢の魔法も唱えられんだろう。貴様だけの栄誉だぞ。地に頭をこすり感謝するがいい。なんだその目は。たとえ目だけだろうが犯行は許さんぞ。オズバルドよ、貴様の声を聞いてみたいものだ。どんな声で泣くのかなあ。13秒。囚人が助けを求めてから監視庁の到着まで13秒だった。貴重な知見を得たな。監視庁、監視34人、囚人292人。監獄島の人間の行動は長い時間をかけ把握した。
すべてはここから脱獄するために。手記には暗号を用い、その計画を記した。5年もかけ、俺は脱獄計画を練り上げたのだ。必要なピースはあと3つ。1つ目は脱出路の把握。脱出路には監獄内の地下道を選んだ。監視の目が届かず、外部に通じる唯一の通路だ。その構造を細部まで把握しなければならない。2つ目は防寒着の調達。地下道から先、一切の暖はない。防寒の備えなくては体力を奪われ、凍死するだろう。3つ目は協力者の確保。俺のみでは不確かな情報があり、内情に詳しい協力者を確保する必要がある。以上の3つが揃えば計画は完成に近づく。行動あるのみだ。労働の時間だ。さっさと腰を上げろ、グズども。島はかつて鉱山で覆われていたらしい。採掘が進み、山を切り崩した後に監獄が建設された。この土地からは今でも隣石炭が取れる。隕石炭は発火性が高い、故に高値で売れる。囚人たちに採掘させ、島の監視は大きな利益を得ていた。手を止めるな。さっさと掘らんか、グズども。さもなくばここいじんでもらうぞ。何をしている？もう動けねえ。甘ったれるなよ。罪人めが！貴様らは罪をあがなうためにここへ来たのだ。神に許しをこい、穴を掘れ、役立たずなモグラめ。貴様らの命などこの隣石炭よりもはるかに安い。代わりに燃やされたいか。隣石炭より燃えるとは思えんがな。返事はどうした。人間の言葉がわからんか。
監視長、もう死んでいます。見慣れた光景だ。いかなる環境でも続けばそれが日常となる。強制労働が終わるとしばしの自由時間だ。この間に必要なピースについておさらいをしておこう。ピースは3つだ。脱出路の把握。ここは古く、そして巨大な監獄だ。故に、ほころびは必ずある。この島の歴史に詳しい人物から何かヒントを得られれば。次のピースは、防寒着の調達。防寒着を持っている物資屋がいるはずだ。まずは物資屋を知る人物から探すとするか。そして最後のピース、協力者。ただの囚人ではダメだ。この計画に加担させるにふさわしい人物を見つけなければ。あとは行動はあるのみだ。この時間の食堂は比較的監視が薄い。協力者を見つけるなら今だ。こいつとは組めない。待ちな、あんた。人のことをこそこそ調べて何のつもりだ。おっと、喋れないんだったな、猿ぐつわの学者さんよ。あんたを見てたぜ、5年の間ずっとだ。何にも興味ない振りこいてこそこそ調べ物してたろ。ああ、囚人や看守どもの行動余さず全部、まるで統計でも取るみたいに緻密に観察してやがる。そんなこと5年も繰り返すのは欲を持て余した野獣か。脱獄でも計画しているやつ。前者ならいい友達を紹介してやるぜ。だが
後者なら。さあ、答えろ。あんたはどっちだ、学者先生。前者なら首を横に、後者なら首を縦に振りな。あんた生かすぜ。俺の目に狂いはなかった。さて本題だ。俺にはあんたにとって有益なもんがあるぜ。深い仲の友達しか聞けない貴重な情報が5万とも。ここじゃ長いこと情報屋のエメラルドで通ってる。商品には自信があるんだ。損はさせねえぜ。だつ俺の計画に気づくとは大した男だ。それに奴の商品はまさしく俺が求めるものだ。うまく利用すれば役に立つだろう。そうこなくっちゃな。で、俺は何を仕入れりゃいいんだい？監獄とは大陸から離れた孤島。監獄を脱出しても海の渡航という最後の難関がある。そこで不定期に島へ訪れる査察団の船を狙う。必要な情報は査察団の寄港予定になる。その記録簿は厳重に管理され、俺では手を出せない。だが入手さえすれば、その日が脱獄決行日となる。なるほどな。そいつは血と骨が折れそうだが、任せな。無事に仕入れたら呼ぶぜ。それと猿器の鍵が必要。そっちは約束できねえ。なんせあんたの特注品だ。幸運でも祈っとけ。計画は進んだ。情報屋の働きを待つとしよう。オズバルド、オズバルドよ、君の会は出たか。労働の時間だ！さっさと起きろ、グズども！
あんた、サルグツワの学者か。物欲しそうな顔してるな。ここへ来るやつはみんなそうだ。俺か？俺は物資屋のベイルだ。ここの客が欲しがるものなら大抵は揃ってるぜ。もちろん金なんていらねえ。檻の中だからな。だが誰でも払うもんは持ってる。わかるだろ？ただでは渡さないか。弱みでも握ることができれば他の囚人を探ってみるか。何も知らないようだ。こいつは何？このことはあの物資屋にとって弱みに違いない。これで奴を揺さぶってみるか。よう、腹う気になったか？あ？なんだその髪切らは。これはてめえ、どこでこのこと。欲しいもんはくれてやる。だから、タゴすんじゃねえぞ。計画は順調だ。この防寒着さえあれば寒さは障害になるまい。檻に戻る時間だ。さっさと戻れ、クズども。時間切れか。穴蔵に戻ろう。オズバルド、君の解は出たか。まだだ、ハーベイ。だが、一つの仮説を立てた。見ての通り、小さな炎だ。だが、ある方程式を用いると炎は収束し、理論上では火力が倍増する計算となる。炎である限りやはり限界はあるがな。なんと、演算で魔力を収束させるとは。オズバルド、君は天才だ。究極魔法。魔法学者たちの頂に貴様は一歩近づいたのだ。だが、追い越してやるぞ。必ずな。労働の時間だ！さっさと起きろ、グズども！
ここにいる囚人から地下道について知る人物を探るか。こいつは何？俺は監獄に関しちゃ監視よりも詳しいかもな。こいつの知識は役に立ちそうだ。監獄の地下道。ああ、刑務作業で昔行ったことがある。詳しくは忘れた。確か図書室に作業報告書があるはずだ。図書室か。囚人が言っていた作業報告書というのはこれか。腕まめな奴がいたものだ。被災に地下道のことが記されている。囚人が書いた報告書なぞ誰も目を通してすらいないというわけか。監視室の近くから地下道へ入れるようだ。計画は順調だ。地下道の構造は把握した。脱出路として問題ないだろう。檻に戻る時間だ。さっさと戻れクズども。時間切れか。穴蔵に戻ろう。オズバルドよ、君の会は出たか。行き詰まった。最後のピースが見つからん。あらゆる可能性を検証したが一向にたどり着けない。究極の魔力たる根源とは何なのか。いや、十分だ。貴様はよくやった。最後のピースをはめてやろう。このハーベイがな。相棒、待たせたな。商品を仕入れたぞ。いつ死後を許可した？監視長さんよ。ついているな、グッド。いいか、次はその穴に貴様らを埋めてやるぞ。
クソボを食らうのもこれが最後だだろう。食堂裏の倉庫で落ち合おう。来たな、相棒。骨が折れたが、盗んだぜ、査察団の記録棒な。査察団の船の寄港は明日だ。あとはあんたの計画通りに進めようぜ。いよいよだな、相棒。アスカ、待ちわびたぞ、この時を。よくたどり着いたな。今日はまだ荒れるぜ。神様の機嫌が悪いらしい。さて、査察船が着く頃合いか。船を迎える準備のため監獄内の警備が手薄になり、その限られた時間に計画を進める必要がある。行動開始だ。まずは地下道へと向かおう。ここに地下道の入り口があるはずだ。さすがだな、相棒。いざ地下道へ。と、その前にあんたにプレゼントがある。猿靴輪の鍵だ。これでも塀の外じゃ腕利きの盗み屋でな。ようやくあんたの声が聞けるぜ。なんか言ってみろよ、学者先生。さ、やれやれ、無口な野郎だ。口塞ぐ必要はあったのか。時間が惜しい、先へ進むぞ。鍵の件は礼を言おう。水くせえな。そいつはここを出てからだ。さあ
行こうぜ、相棒。さて、やるかよ。プランを考えねば。いいぞ。思考を分断終了。貴重な知見を得たな。やるな。さて、ダセーやつだぜ。先生、サクサクいくか。なるほど。ほらよ、ここじゃ情報屋で通った。待て、思考か。やけどね。あらよ。さて、さあ行くか。ブランカーは以上。いいけどね。ここじゃ情報屋で通った。プランを考える。さて、以上。
いいぜ。だっせえやつだぜ。はしごが壊れてやがる。くそ、ここまでだってのかよ。真新しい傷だ。最近壊されたようだな。どうやら相手を甘く見ていたらしい。そういうことだ。ついに声が聞けたな、オズバルドよ。サルグツワを外し、逃亡を図るとはな。だが詰めを誤ったな。エメラルドは監視されていたのだ。やはり貴様とつるんでいたか。すまねえ、相棒。俺としたことが。謝罪するな。これは俺の過ちだ。過ちは自ら修正する。貴様らのような愚か者を数えきれんほど見た。だがそのすべて惨めに死んだ。例外はない。さあお仕置きしてやるぞ、クズども。邪魔だ。
さて。ウランをあっ、てくれるじゃねえか。炎よ燃え、応急処置だ。天山が あらよ。さて、急処置だ。飛行か。待て待て待て。応急処置だ。プランを考えねば。いいぞ。あらよ。やろ。飛行開始。あっ。応急処置だ。プランを考えねば。あっ、いいぞ。てくれるじゃねえか。炎よ燃えろ。応急処置だ。さて、いいぞ先生。あらよ。やるかよ。飛行開始。さて、開始。見せろ。研さんがいた。グッズやってくれるじゃねえかさ。普段の考えね。思考。先生。あらよ。
行開始。いいぞ先生。ブランを、いいぞ先生。応急処置だ。礼を言う。応急処置だ。思考、さあプランを考えねば。やるかよ。やるな。さて、炎よ燃えろ。ズルさせてもらうぜ。クッソの存在で手こずらせやがった。俺はお仕置きをきつくしてやる必要があるな。やはり甘く見ていた。存外に腕が立つ。しかし問題はない。計算だ。ごちゃごちゃとうるさい口だ。すぐにまた話せなくしてやる。プランを考えねば。いいぞ先生。思考開始。愛を求めよう。やるかよ。ほらよ。さて、いいぞ先生。電球の水を見せてやる。炎を燃えろ。グルスが切ってくれるじゃねえか。プランを考えねば。プランを考えねば。いいぞ先生。応急処置。状況は好転する。さあを言う。さて、力しか愛を求めよう。力から修正する。これ以上だ。いいぞ先生。応急処置だ。思考開始。
いいぞ先生。応急処置だ。状況は好転する。やるかよ。ほらよ先生、カスモ緊急の水位を見せてやる。炎はもう終わりだ。原産外だ。ほらよ、やるな。いいほらよ。さて、思考開始。オーリオン、貴重な知見を得たな。て、クズどもが逃げ切れると思うな。ここはフリジット監獄島だぞ。あ、相棒、さらに湧いてきやがったぜ。先へ進むぞ。つっても道がねえだろうがよ。いや、解はある。解には焼き尽くせ。これならいけるぜ相棒。さあ進むぞ。難問はこの先だ。